本日は阿佐ヶ谷の原骨屋に来ました。メニューはですね、原骨ラーメン850円からですねあるんですけども、今回はですね、こういうラーメンを、注文しました。原骨屋も結構でかいチェーン店だったんですけど、まあ、最近ね全然見ないなと思ったらですね、ここに阿佐ヶ谷ね新オープンしたのでちょっとびっくりしてね、いきなり入ってみたんですけども、魚介系のですね、豚骨スープですね。それにまだこういうがちょっと黒いのがねこういうなんですけども、非常に、ね、見た目もからでですね、美味しそうなラーメンになってます。で中はですね、中太ストレート麺みたいな、もうツルツルっとしたですね、麺になってますね。で早速スープをね一口飲んでみます。このですね、まあ、魚介の香りのねこのスープがね結構ね病みつきになるんですね。麺は本当にねツルツル入ってくきて、まあなんだろう、うどんみたいなちょっとねちょっと透明感のあるね麺なんで、これもですね本当に食べやすくて美味しいですね。まあ、とにかくですね、この結構久しぶりに食べてた、行ってたお店が全部ねなくなっちゃってたんで、もう、まあ、かなりね嬉しい、もう結構何回か行ったんですけど、原骨屋さんもやっぱ美味しいですね。まあ基本的にこういうラーメンしか食べないんですけど、こういうラーメンがやっぱりね非常に美味しいです。量はですね、まあ、平均値ぐらいで、まあ美味しいんでね、もうすぐね完食しちゃいそうです。入ってるチャーシューもね熱くてね香ばしくて美味しいですね。久しぶりのね原骨屋ね、非常に美味しかったです。ごちそうさまでした。